出発ね。青木優です。今からトップフィフティヒバロック戦が始まるんですけど、目標ウェイトは4500、5本を狙って、今日一日絶対釣ってくれるように頑張ります。これ今13メーターぐらいボトムがそこにあるんですけど、そこにちょっと立ち木が並んでて、ずっとここら辺一帯にその上を回遊するスモールをちょっと狙ってます。中層に置いてる魚メイン、ワカサギを食ってる魚をまあ中層で食わせる感じ。なんかわかんないですけど、スモールちっちゃいの好きっすよね。P の 0.2 号にリーダー3ポンド、そのぐらいじゃないともう操作感とか、あと食ったかどうか分かんないですね、軽すぎて。やっぱり京谷さん絶対そうやと思った。釣り同じなんですよ、京谷さんと。あ、行ったかも。行け。行く。行く。もう一回行け。食わなかった。シビアだな、めちゃくちゃ。あ、食ったな。こいつでかかった。食った。頼むよ。まあ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 、ほらワカサギ、これでかいのも食ってんすよ。とりあえず1本。うん、870。まあ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 、オッケーオッケー。とりあえず1本。気持ちいい。このサイズを揃えたいですね。でもこのサイズでもやっぱ4500はいかないですね。すごいきつい。気づいた。あっ、やべえな、立ち木ある。頼む。頼む頼む。
思うの感じで。OK。ごめん。そんな大きくない。これか、このサイズか。立ち切って。苦労させるな、本当に。130か、これは入れ替えしなきゃダメだ。よっしゃ、来た。もう3分。ダメだ。とりあえず5本は揃いそうですね。そんなレベルの低いこと言ってたね。いけ。よし、来た。こいつでかいかも。まあまあじゃない。でも細いやん。食った。爆鳥だな。本当はこんなにポンポン釣れちゃいけないんですよ。大きいやつ狙ってるから。やっぱちっちゃいから食っちゃうっていう。立ち木じゃないのかな。800キロアップ、だいたいあそこで釣ってて、ちょっと狙い行かないとダメかもしれないですね。まあ、太ってるっちゃ太ってっか。太ってんな。170。ちょっと。よし。ありがとう。上に気づけ。こっち来い。気づいた。行け。凝視して帰る。なんでここの魚こんな難しいんだろう。ちょっと移動します。720入れ替えすけど、
ないと動かないと、スタート。4キロ超えられるように、まあ頑張ります。とにかく本当に昨日の調子で頑張れば釣れると思う。あとはでかいの手繰り寄せられるかどうかなので、よろしくお願いします。じゃあお願いします。よし、行きましょう。立木があるエリアで、で、基本バスが結構立木に沿ってこう行くような形で、風とか雨とかが入ると結構立木の近くをうろうろし始めるようなちょっとしたフィーディングエリアみたいな感じになってます。よいしょ。まあこんだけ風吹いてるんですけど、相撲量かなり目いいので、上意識してる魚が結構いたら、あのこの風の中でもしっかり出てきてくれるので、この進化でもゆっくり風の影響でちょっとこうラインが流れるぐらいのスピード感ですね。もうかなりゆっくりなスローイートリブで表層を漂わせてます。下手したら全然昨日より魚の数自体は多い気がします。結構魚探の釣りも悪くはないので、すごく理想的な条件なんですけど、なんかが噛み合ってないですね。よし、一発目。貴重で貴重。ガラスな、ガラスな。ガラスなよ、ガラスなよ。よっしゃー、一本目からいいんじゃない、これ。いいんじゃない。よいしょ。これ、キロあるかな ?900 ぐらいそうだな。ああ、一本目からイサが取った。よし。よし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 。800ぐらい。よし。でも十分にイサかな。今の僕のこれなんかも結構強い釣りなので、まあ2匹目3匹目ってあんまりちょっと期待できるような感じじゃないんですけど、あのやる気のある魚がいっぱいいてくれれば2本3本取れる可能性もあるので、まあ焦らず、あのちゃんと自分の魚を探していこうと思います。こんぐらい、もっと家とかあるんですけど、これ全部バスですね。この辺あたりも一番バスです。この魚の数いれば巻いても食うと思ったんですけど、まあ反応があまり良くないので、ちょっとスローにして
またボトムベタベタを軽いキャロでちょっと巻いていこうかなと思ったんですけど、まあそれもなんかちょっと反応が悪いので探り直してる感じです。昨日まで食ってたやつに食ってこなくなってるんで、何かがまた微妙にこの風とこの天気とちょっとずつずれてるんですよね。その何かがちょっと分かんないんですけど、まだまあダウンショットに変えました。まあキャロでも釣れなくはないんですけど、ちょっと魚が結構浮き気味なので、ダウンショット系の方がいいのかなって感じです。こんなに苦戦するとは思ってなかったですけどね、なかなか。まあ、釣り方を見失ってるっていうか、なんていうか、まあ、ここまで魚が釣れなかったことはないですね。こんだけ魚がいる場所に当ててて釣れてないっていうのがなかなかなかったので、まあ、結構ちょっと釣り方を外してるのかなのか。なんでしょうね。なんですかね、なんか魚のいないとこにいたわけじゃないですし、ちゃんといいポイントいいポイントに入れたんですけどね、釣り方も含めて今日はアジャストできなかったのかなと思います。まあちゃんとチャンスをものにできないっていうところがまだまだなと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。